一夫さん聞こえますか。はい、一夫聞こえます。小森ですが、まず、はい、消防車がついてるようですので、はい、丁重にご案内をして、どこでどう組み上げるかっていうのを 今から考えるっていうことかもしれないけど、まあ、早く活用できるようにぜひお願いしたいと思いますけど。わかりました。はい、それから、ちょっとホワインのから、ある面じゃお叱りを受けたということなんで、ちょっと、まあ、話はしとかないとまずいなということで、今回のそのピットの水の海水ピットの話については、まあ、本店側もちょっと認識甘かったかなというふうに思いますが、その1F3 号機の海水がピットが水枯れで止めましたというような話は、本店としてそういうことを知ってましたかと、そういうことについての事実関係についての把握をしてもらって、ホワインとか鑑定もそういうことを全然知らなかったと。で、まあ、斉藤もいろいろ大変だと思うんだけど、そういうことはちゃんと情報共有したいということで、しっかりやってくれと、まあ、そんな話でありましてですね、ちょっとその 4時に目安とかそういう話でごたごたするのは本当に斉藤側には気の毒な話で申し訳ないんですけど、まずはちょっと そういう苦労してるようなところは本店サイドも、まあ、よく聞いて、規制側にもちょっとそういう話を事前にしておいてっていうふうに思いますので、小森さん、はい、